そっちはまだ無事なのか。やったぞ。頭を吹っ飛ばした。鎧の巨人を仕留めたぞ。まさ、巨人は当初の作戦通りに消耗戦で対応する。いや待て、アルミ、ベルトルトを団長たちのいる壁に近づけるのはまずい。内門の建物まで燃やされたら団長たちは獣の巨人と。それじゃベルトルトはここで倒さなくちゃいけないの。今ここにいる僕たち。あいつらはどうなってる。ハンジたちはうまくかわしたのか。とにかく俺も早くそっちに。敵は敵は大砲なんて持ってたの。だとしたら100もあるぞ。お前ら落ち着け、馬が荒れるぞ。巨人から投石だ。リヴァイ兵長、全員馬を連れて壁側に後退しろ。了解。急げ、射線の死角を移動しろ。状況は最悪だ。奴の投石で前方の家はあらかた消し飛んだ。あの投石が続けばここもすぐ更地になり、我々が身を隠す場所はなくなる。壁の向こう側には逃げられそうにないのか。ああ、超大型巨人がこちらに迫ってきている。な、あの野郎、虫かよ。おい、どうすんだ。じゃあこのままじゃ。分かってるよ。エレン、のっぽの足を止めるぞ。今だ、死ね。見下ろしてんじゃねえよ、てめえは。ただでけえだけだろうが。
よく戦った。おかげで俺たちはここまでたどり着くことができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。忍び寄り獣の巨人を奇襲しよう。すまない。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。俺の巨人が倒れて、リヴァイ兵長は危険です。こいつがリヴァイか。なぜ、なんだ、何も見えない。目をやられたのか。お、どうしよう。さっきは随分と楽しそうだったな。硬質か。ダメだ、マネアラ。もっと楽しんでくれよ。武器は使い果たした頃だろう。お前らはこれで全滅。かなり危なかったな、我々。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと誓った。